はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、久しぶりに高田の馬場に来ております。僕自身ちょっと恥ずかしながら、昔ね ESP 専門学校っていうちょっと向こうの方にある音楽専門学校に行ってた時期がほんの少しだけあってね、まあ割とゆかりのある地でございます。ただね、やっぱちょっと年になってくると僕もね車の、移動が多いからさ、来にくくてちょっと撮影も頻度が減ってるんだけど、ここら辺は。ということで本日訪れているのはこちら、ババ餃子さんでございます。こちらのお店さんなんですけれども、一風変わった、まあ、チャレンジメニューといいますかコースがあるそうなんですけれども、わんこ餃子という、そば以外でわんこって俺やったことないんだけどてか聞いたこともないんだけどなんかね、ちょっと面白そうなチャレンジがあるということなので、本日ね早速このババ餃子さんでそのわんこ餃子チャレンジ挑んでいこうと思います。行きましょう。はい、はい、ということでただいまですね、こちらババ餃子さんの店内に入ってきましたけれども、で今回こう挑むといいますか、もともとコースメニューでこのわんこ餃子コースっていうのがありまして、チャレンジメニューではないんですけれども、2時間食べ飲み放題わんこ餃子コース、これが3,000円で、それ以外にも1時間ストイックわんこ餃子コースということで、これがね1500円プラスドリンクと、かなり安い値段設定なんですけれども、今回ね、まあ、せっかくですからこの2時間食べ飲み放題わんこ餃子コース、これをね紹介しながら食べようと思っております。ただランキング見て分かる通りですね、ちょっと前にゾウ君が来てまして52皿食べているそうです。ここの餃子がだいたい1皿 90g あるらしくって、52皿と言いますと 4.68kg、 つまりこれランキングを目指すには、多分ガチで食わないといけません。ガチですね、はい、このコースだと本当は、ライスを除く全ての料理とドリンクは食べ飲み放題になるんだけれども、ここら辺を頼んでると多分無理だからちょっとガチでいくわじゃあもういい感じに匂いが漂ってきたので、早速食べちゃいましょう。なんか普通に緊張してきたそうですよね、普通に緊張してるこれから量食うんすよ。これから 4.68 キロを超えるために頑張るっていうそうですよね、緊張してきたあ、もう、ま、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、じゃあ私します、ね、お願いします。そしたらもうそろそろね、餃子一発目焼き上がったってことなんで、もう来ますか。はい、ありがとうございます。はい、いただきます。うわ、うまっす。めちゃめちゃ焼き立ていい香りするうまそう。ということで、今回ですねこれ餃子いただきました。ひとまず一旦目は2皿いただきまして、10個入りですね。すげえうまそうよ。うまそうですね。めちゃくちゃうまそう。おそらくですけど2時間フルには食べられないと思います。ただ分かりやすいように一応タイマーねセットさせていただいて、早速よしスタートということで、じゃあ先生いただきます。これ本日初餃子です。めちゃくちゃうまそう。うんうん、めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいです。ありがとうございます。ただすげえ酒飲みたくなるうわビールに合うだろうな。うん、お肉の豆もしっかりあるんだけど、どっちかっていうとその野菜の風味とか甘みが強いから、しっかりと餃子らしいパンチ力はあるけど、でもなんていうのかな、食べやすいかも。さっきもさ厨房拝見したら鉄鍋で焼いてるのよ、しっかりと、うんうんうん、鉄板とかで焼くよりもちょっと多めの油、カリッとサクッと表面もしてるから、焼き油感が後半どう響くかだよね。あ、なるほどね。うん、それはちょっとやばいかも。うん、めちゃくちゃ早いめちゃくちゃ早い。これワンコっていうことは、はい、その自分でもうストップですって言うまではこのペースで、あのストップですっておっしゃるまではあのお皿の様子伺って、様子伺って、これストップ間違えたらやばいな確かに後ろからプレッシャーがありますでもいろいろちょっとこう味変とかね、お店のおすすめの、まあ、味変の食べ方みたいなのも載ったりしてるから、まあこういったのはちょっと後ほど楽しみましょう。多分ね序盤から行ったらもう後半やられる。
ということで、ただいまですね、10皿食べ切りました。現在はね、こんな感じだね、6分ちょい、なので、ちょっとスピード上げるべ、上げてください。ひとまず指標というか、まあ、分かりやすく10分で何分食えるかを一回確認したいね。はい、これ完食されると5位にランクインです。今これで20皿だから、現状で言うと5位にランクインですね。はい、一旦、まあ、ちょっとベースのお醤油とか、ここら辺を試してみようか。まあ、いわゆるレギュラーだよね。醤油、お酢、ラー油あたりで食べてみましょうか。これはやばいね、もう。やばい。うまい。いや、ダメだ。これつけたら酒も飲みたくなるし、米も食いたくなる。これ良くない。これ美味しいからこそ良くない。今日は、うわ、うまそう。めっちゃうまい。うまい。結構皿が、ちょっとじゃあこれ20で積んでいきましょうか。お皿ね、わかりやすく。お願いします。ありがとうございます。これで4位。もう4位か。4位から1位までが倍ゲーム以上なのよ。2位でも倍ゲームやってギリギリ届かないから。本当だ。最近のね、大食いの子たちはすごいから、技術、腕、力、俺はもう及ばないかもしれない。いや、いけるっす、いけるっす。お願いします。25、26で、はい、3位になりました。おめでとうございます。ということで、満腹よりもやっぱこの油の感じとかでダメージがすごいですね。そうですね、これからそのダメージのペースですね。やっぱり満腹感より満足感の方が強敵かもしれない、このチャレンジは。ここで28だから、これ食べきって次の2皿で30か。お、お願いします。想像以上にマジやばいかも。これ食って30皿だけど、そっからまた22皿食わないと待てないんでしょ。まあ同じ倍ぐらいですよね。いや本当にこれ以上はもう本当にチャレンジ気分で挑まないとダメかも。で、記念すべき30と。じゃあおかわりお願いします。はい、今30皿食べ終わりましたけど、こんな感じですね。もうすぐ19分ってところなんで、13分ぐらいで20皿食ったのか。明らかに落ち始めてるね。じゃあちょっと一旦せっかくなんで、ここら辺、このね、ババ餃子さん、こんな感じでおすすめ味変、トッピング等もありまして、ここら辺でね、少しずつちょっと味変かましていきましょう。じゃあ、柚子胡椒いただいても大丈夫ですか。はい、ちょっともったいないから、せっかくだし柚子胡椒、これ餃子につけてさ、これ溶かないで、これで、うおうおお、絶対うまいね、これね。いいです。めちゃくちゃいいです。通常、このママ餃子さんで、このコース注文して、餃子食べ放題、で、アルコール飲み放題をしたときに、柚子胡椒ポン酢やったら、腹パンパンでも、もう一回ね、食えるようになっちゃう。食べ過ぎ注意、マジでこれ。本当にやばい、これ。やっぱ食前にラー油とかも使ったから、こっちの方が一気にさっぱりして、少し今食欲加速してるかも。これちなみに、あの男性の2位の方は一般のお客様なの？一般の方で、大食いとかではなく、じゃなく 3.8 キロ餃子食う人。野生の大食いが。野生の大食い。野生の大食い。まずはね、そのゾウ君の52皿の前に45を超えないといけないから、2位のね。行きましょう。普通に満腹感すごいよ。
ですよね、うん、それやるとき満腹感すごいときですよね。だいぶ今鉄鍋餃子が何鉄入ってるか分かんないですね40分までにはこう40皿にしたい。そうですね、うん、面にして。お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ今ちょっとちょうど30分かこんな感じで、今ね38皿完食で、これが40皿って感じだね。きつきつ、もうそれに限って。うん、うん、うん、これで40パー完食ですね。うん、そしたら来ました。40いったっていう感傷に浸る間もなく追加が。おお、でもやっぱりさ、ここの餃子自体が鉄板でね、高温でバーッと焼いてくれてるじゃん、音聞こえるけど、うんうん、表面はすごいパリッとしてるんだけど、蒸気がこう多く出るからさ、逆側はしっかり皮ももちもちで、最初はね本当にうまかった、めちゃくちゃそれがうまかったんだけど、そのもちもち感がどうしても飲み込みにくくなってきてて今。あ、そっかそっか、やっぱ満腹になってくるとね、ここら辺がね戦いどころになるね。うん、お願いします。じゃあ、45、46で大葉とチーズもらってもいいですか。はい、はい、うん、お願いします。大葉さめがアブリチーズで、さめが大葉。めちゃめちゃうまそうなんですよ、めちゃめちゃうまそうなんですけど、一気に炙りチーズの匂いでられますね。でもトッピングで言うと一番人気はこの炙りチーズなんですよね。チーズと大葉が一番。見て、現在40分、アベレージで言うと10分で10皿ちょっとぐらいだね。うん、11ぐらい。これ食って終わろう今日は。いや頑張りましたよ十分じゃあこれ食えば2位ですもんね。はい、以上。チーズがすごい、チーズの量やば。すっごいうまいんだけど肝じゃないでもやっぱりね、お野菜の甘みとかお肉の旨味が強いから、こってりしてるんだけどあっさりとしたこのチーズの味っていうのにすごい合う、めちゃくちゃ合うし、ちょっとラー油とかいってみよう。これ、おお、なるほどね、軽くね。うん、あ、うん、うまい。あ、全然もう多分やがなくて大丈夫です。こういうのはね、満腹になったからって一個一個ちまちま言ってると余計にお腹いっぱいになるんだよきっと、うんうん、まとめて食おう。おお、うん。そしたら今ね、この炙りチーズをトッピングした餃子食べ終わりまして、45皿完食ということで、現在の2位のタイの記録ですね。45皿、完食。一旦とりあえずストップしてますから、一応最後のつもりでこの大葉いきましょう。おすすめの食べ方としては、この大葉に柚子胡椒とポン酢でいただくということで。これ大葉だったらもうちょっと食えるかもしれない。もう一皿だけオーバーお願いしていいですか。あ、これマジで全然、あれあれ、油が吹き飛ぶ。あー、なるほど、本当に。うん、
めちゃくちゃうまいぞ。割とガチでこの動画だからどうとかじゃなくて、油にやられた気持ち悪さっていうのかな、うん、本当になくなる。すっげえ、うん、大葉が後ろにあります。お願いします。あ、でもこれ47皿目ですね。じゃあもうこれで現状もう2位は確定だね。確定ですね。うん、うん、うん、そしたらこれで47皿目の大葉の餃子最後ですね。うん、ただもういいかな。ストップでお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで今回いただいたのが、2時間のコースでしたけれども、51分経過で止めさせていただきまして、挑んだ結果としては、47皿ということで、こんな感じですね、本日は、ちょっと、締めさせていただきたいと思います。ごちそうさまでした。ということで、本日はですね、こちら、ババ餃子さんで行っている、餃子のワンコ食べ放題コースですね。一応、チャレンジみたいな企画として挑ませていただきましたけれども、本日食べた合計でいうと47皿、8月の6日現在でいうところの、2位に、なんとかつくことができました。改めてちょっとごちそうさまでしたということで、すごいね、いるんだね、野良大食い。俺結構きついよ今。まあもちろんね、今回企画としてやらせていただいてますし、餃子までしっかり紹介したいから、動けなくなるまで限界まで食った感じじゃない。もちろんこうやって喋れてるから。あれなんですけど、2位の一般のその45皿食べた方は、別に苦しそうでもなく普通に帰ってったということで、野良ってすげえな。会いたいな、その人にもな。まあ一般の方でも、ランキング入ってる方で言うと20皿食べてる方もいらっしゃいますし、まあお名前にもハイボールと書いてますから、おそらくお酒飲みながらとかね、まあ、しっかり楽しんで食べられてるんだと思います。結構このババ餃子さんの一個一個の餃子が小ぶりというか食べやすいサイズなんだけれども、皮ももちもちしてるし、この具材ね、お肉の旨味であったりとか野菜の甘み、そういった部分もしっかり入っているので食べ応えはバッチリでも、なんかね、不思議とね、パクパク食べちゃうというか、下味もね、濃くないので、そのあんまでももちろん美味しいですし、お醤油であったりとか、他ですね、このあたり、先ほどもご紹介させていただきました。トッピングなんかもね、いろいろ試しても美味しい餃子ですので、ぜひね、このコース、お酒飲める方であれば、アルコールの方も飲み放題となっておりますので、こういうチャレンジ企画以外で、しっかりと普通にね、楽しんで、このババ餃子さんでね、美味しい料理を食べていただければと思いますけれども、じゃあせっかくなんで使わないけど、この後毎日食べてください。はい、ありがとうございます。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。